東京都立小石川中等教育学校は、東京都文京区本駒込2丁目に所在する都立中等教育学校。1918年に東京府立第5中学校として創立。1950年、東京都立小石川高等学校と改称する。公明の小石川は、現校地に移転した1946年当時が、 小石川駆動慎重に実地していたことに由来する。2006年に中等教育学校として改編され、中高一貫校化した。アカデミックで自由な校風で知られ、創立時より初代校長伊藤長七の方針を受け継ぎ、理科学教育に重きを置いた教育を行っている。参考税と呼ばれている。自ら、志を立て、自分が進む道を自ら切り開き、 新しい文化を作り出すという意味。不律後中の初代校長である、伊藤長七が熱心に説いていた言葉である。以下は、第2回の入学式において、伊藤が新入生に語ったものである。立志とは、昔、品集大の大商人、孔子が従流語で志を立て、学問を始められたように、それとほとんど同じ年頃の日本の男子が、 高等普通教育を受けるために中学校に入学する志を立てることである。かの、マゼランの世界一周、かの博士ヘディンの中央アジア探求、あるいは、南西博士の局地探検、いずれが開拓の精神の発露にあらざらん。さては、高峰上吉博士、野口秀夫博士のごとき、あるいは、南米各地に移住植民せる同胞の若き、男女のごとき、これらを、 真の開拓者という。しかり、しかれども、我らのいわゆる開拓者は、決して遠征か、海外移住者のごときに限れるにあらず。キュリー夫妻のごとく、マルコーニのごときもの弱い八十にして、発明の意気なお、殺走、過去に成功せし千百種の発明を基礎として、さらに新たなる大発明を企てるエジソン、博士のごとき、これを真の開拓者という。 創作とは、自分の力でできるだけの仕事を、自分でなし、自分で考え、自分で工夫し、他人の真似でない、何かを作り出すということである校長在籍時代の、伊藤長七の肖像不立後中時代の制服。背広の採用は当時としては、画期的であった、初代校長の伊藤長七は、東京朝日新聞に掲載された、現代教育館において、確一主義の普及や、 科学的研究の貧弱といった論題で、当時の様々な教育問題を革新的に論じ、一躍注目を浴びた。井上智和東京府知事や後藤新平らの関与で、不律後中の初代校長に抜擢されると、理科学研究所が隣接していた立地を活かし、自然科学を主とする理科学教育重視の学校を打ち出した。天体観測や、 気象観測などの実験や校外学習の重視、通常では中学3年時から始める物理、科学の中学1年時からの学習、独自に編集された物理科学の教科書の使用、当時としては高度な設備を持った科学実験室での実験講義など、伊東の科学者を輩出する学校の理念のもとに他校とは一線を画する独自の理科学教育が行われた。 自由主義による教育を理想としていた伊藤は、対正デモクラシーの寄風も追い風に、男女とも今日の観点から女性教師を次々と採用。爪襟制服は胸元を圧迫し自由な思考を阻害するとの持論より、背広とネクタイを制服として制定。夏休みには、伊藤の故郷である長野県北作郡志賀村で農村生活の体験をする天地収容隊を結成。 いずれも当時においては、画期的であり、何もかもが型破りな教育者として、富士津中と伊藤長七の名が、全国に広まった。校長在任中に単独で、米国大統領と会見を開くなど、海外渡航経験の豊富であった伊藤は、生徒たちに、国際的教養の必要性を説いて、国際交流や外国語教育にも力を入れた。イギリス人による、 英会話授業や当時効果であったレコード教材による外国語授業。1921年には日本中の子供たちに英語で手紙を書かせて1万通を超える手紙を海外の訪問先で配布して文通による国際交流を実現した。対象という時代の中で伊藤が生徒たちに国際人としての意識を持たせようとしたエピソードとして以下のものが知られている。 1930年に、肺炎のため死去。学校葬が取り行われた。伊藤長七の死後も、教育理念は、OBE の真田幸男らによって連綿と受け継がれ、今日に至っている。1919年に制定。伊藤長七自身が作詞。作曲は、北村末春。8番まであるが、通常は1.46番のみが歌われる。効果の歌詞には、開拓。 創作といった参考図が盛り込まれ、4番の科学の道に分け入りてという歌詞では、創立以来の理科学教育の重視が歌われている。5番の歌詞で、漢の荒野を飛ぶ、鷲の葉風も、高木飛田の山と、東京の学校であるにもかかわらず、品の国にまで及ぶのは、伊藤が、新州の出身であり、新州が彼にとっての教育思想の源流だからである。最大の特徴は、 創立以来の理科学教育の進行である。伊藤長七の原理は後にして、まず事実との方針により、創立時より、物理、科学、生物、地学の各分野の専門実験室と専門教諭を置き、授業の約7割を仮説と検証を繰り返す実験、実習に充てるという方針を戦前より守っている。入学時には、白衣、 実験用ゴーグル購入が義務付けられており、実験時に着用する。授業は、検定教科書よりも、学校独自のテキストやプリントを中心に展開する。生物の授業では、60人以上も改定されながら、受け継がれてきた、生物実習という200ページを超える、独自教科書が配布され、科学的考察力の要請を徹底している。生徒による研究活動の成果や、 内外の特別活動で大きな成果を多大な功績を残した生徒に対しては、伊藤長七賞が贈られる。伊藤長七が唱えた、全人的教養主義を、戦後も引き継ぎ、小石川教養主義と称している。文系、理系で暮らす分けをすることなく、真の教養ある人間になるために、すべての科目を五年次までに学ぶという方針である。後期課程においては、 全国の高等学校でほとんど消滅した地学の授業を全員が履修することがその象徴である。廊下工程芸能祭、体育祭、創作展の3つが3大行事である。学生が行事に専念できるよう伝統的に9月中旬下旬に集中的に開催され、この時期は行事週間と呼ばれている。この期間中は通常授業が一切行われず、 伊藤長七が打ち立てた立志、開拓、創作の構成のもと完全に生徒の自主性に任された行事運営がなされる。三大行事のうち一般人が観覧できるのは創作展のみとなっており、芸能祭、体育祭は OBOG や保護者以外原則非公開である。ありがとうございます。